はい、どうもレッドコンプレックスです。今回やる企画はようやくうちにチェフちゃんが来ましたので、全アイコニックスカットで、オンライン潜っていきたいと思います。キーパーだけね、もうアイコニックがなかなか取れなくて、今週チェルシーのアイコニック来てくれたので、なんとかチェフ獲得して、オンライン潜っていきたいと思います。もうチームスピリットなんか気にしないでください。 37.9% まあいけるでしょうやっていきたいと思います。じゃあやっていこうか。まあ余談なんですけども、レート見ていただいたら分かる通りめちゃめちゃ沼りました最多1779まで行って、112落ちてますね。多分ここまで2日間ぐらいしかかかっておりませんいやー、波が激しすぎるね。なんか知らないんだけど急に背負えなくなったりねするんだよね。もうよくわかんない、自分でも同じ感覚でやってるのに。前半対戦よろしくお願いいたします。頑張っていこう。いや、チェレフの使い方正直全然わかってないけどねよし、いい感じ。あー、背負えないね。こういうとここういうとこなのよ。もうこれ TS のせい、チームスピリットのせいなのか知らないんだけどさ。うわ、入っちゃうんだ。ロブソン強っ比較杯1回戦で、僕はボロボロでもないけど、まあ、負けてしまって、お相手さんが1900台の方だったんだよね、1回戦目で。もうなかなかちょっと大会の、マッチング運が非常に悪くてですね、沼った時期と重なったっていうのもあって、なかなか難しいですわ、調子がね。もうちょっと全盛期の時の自分で比較杯臨んだらどうなってたんだろうなって、ちょっと期待はあるんだけどね、なかなか大変ですねあー取れない。こういうね、狙っても取れないっていう場面も非常に多くなった気がします、沼り始めてから。怖っ例えばバイトがね、僕バイトやってるんですけどどういう報告だよ。バイトやってるんですけど、 OK、 いいね、強いな。バイトやってるんですけどね、終わる時間が10時になってしまって、今まで7時とか8時とかだったんですけど、なかなか体が年老いてきてて貧弱ですよ。筋肉がないね、とにかく。ちょっと前までね、もう毎日走ってたんですけど、もう最近すごい寒いでしょう。寒くなったし、雨も降ってきたりするっていうのもあって、まあめっちゃ言い訳なんですけどももう行きたくないよね。だって行きたくないもんしょうがないじゃん、行きたくないんだもん。でちょっと風邪なんか引きつつ、たまに鼻声になったりするから、それごめんなさいね。それはもう自分の体調管理ができてないだけなんですけど。でさあ、まあもう秋すっ飛ばしたようなもんだから、冬服がもうマジで全然追いついてなくてさクソ寒いんだよな、外出るとき。まあ正直もう沼って慣れてるっちゃ慣れてるんですけど、もう前の1400台まで落ちた過去があるので、難易度で言ったらまだ 65% ぐらいですね全然ですね。ウイレの沼の恐ろしいとこで、これ抜けちゃうんだ。あ、待って待って、これもよくやるんですよただ単な操作ミスなんだけど、これよくやるのよ。コントロールカーブしようとしてループになっちゃうっていうね、もう致命的だよね何回これで点逃してきたか。まあまあまあ、そんなことはいいから、とにかく勝ちましょう。はいはいはい、今結構何も考えてないで守備攻撃してるんだけど、その方がいいのかな。なんか頭使いすぎなのかな、そんな使えてないか、そもそもわかんねえ。おいはい、ここのね、背負いは自分の中でも上達したかなっていう感じなんですけど、これが急にできなくなるのよね、沼った時。なんでって、なんか小づかれて取られちゃうみたいな。なんでなんだろうね、今までできてたのにね。はいはいはい、でもまあウイレはね、楽しいからやめらんないよ。それだけの中毒性あるよね、だからみんなやってるんだから。こんだけね、まあ、イライラもちろんしないことはないよ、するけど、でもそれでもみんなやめないでしょ。それやっぱね、完全にハマっちゃってるかな。
知らんけどなんかめっちゃ怒る人いたらどうしよう。これ OK OK、 大戦ありがとうございました。 2-0 いいね。さあ2試合目頑張っていこう。誰とだ。1586ゲータレードさん、お願いします。怖いね、怖いレート帯だねまあまあ負けないでしょ、アイコニックだらけなんでね。お金の力も混じってますんで負けるわけにはいかないですよ。ホワイトさんは、はいはいはい、4312、まあベーシックだね。いやこれ勝たないとだいぶ恥ずかしいな。頑張っていこうか。いやまあアイコニックの中でもさ、まあいろいろ今まであったけど、みんな何が一番使ってたんだろう、一番お気に入りなんだろうね。俺は最近はフリットだったけど、それまではやっぱりラッシュフォードかな。なんかルンメニゲやっぱすごい激強って言われてたけど、個人的には前も言ったかな、ラッシュフォードの方が好きでね。まあダブタこそないもののね、あのボディコンの高さで、でキックフェイントした後のキビキビとスライドできるとこがねすごい好きで。あードリブルタイプ、ドリブルしてくるタイプなことないか。あドリブルしてくるタイプか、これぽいねぽいね、負けないっすよ。さあさあフリット、こういう簡単なパスでいいよね多分。チェレフってめっちゃつなげる必要は多分。おーおー、あルーレットつけてんの、お取れない。ここネイマルじゃねえ、カカ警戒、弾き飛ばしちゃうか、それは痛いな。うん、打ってきそうだよね、ドリブルして打ってきそうだな。いいね、うんでしょうね。はい、いやまあ突っ込むだけで取れるならありがたいな。おおダブルタッチしてくれないで、めっちゃ空いてるちゃんと見てるから。はい、でここループ、おい、チームスピの低さが出たそんなトラップしないでよ。はい大丈夫よ、切り替えて、ここ行っちゃダメよ絶対。うーわやられました無理だね今のは、最初の時点でこっちボールになんなかったから、その時点でちょっとアウトだったかな。まあ、切り替えて、1点なんかさいくらでも取られるよね。もうレート高いとか関係ないんだよな正直。おいおいしょちょっとラッキー、まあ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 おい、ここはこうして、今のデルピからのスルーパスでしょ、マジか結構致命的な笛じゃね今。まあまあまあ切り替えて、後半たっぷりあるんだから。チェレフの守備の仕方マジでわからん、これ寄せていいのかな、サイドバック、サイドバックじゃねえセンターバック、はいはいはい、まあ、やってくるよねそれは。 OK いいね、ほい OK こっち OK で、まあ、出すけど取らないんだ、まあ通らんか今の、さすがに。ここ読む、いや取れないね、取るね、キープするね、でこっちが空いてます、おいこっちなんですね、でフリット丸空き、いや気持ちがいい、気持ち、こういう背負い方ができるのが一番いいね。ちょっと変えたいな、うわー開幕怖、いいねずれてくれてる、待って怖いな、あ怖い怖い怖い、一番怖い取られ方してる、あぶな、はあチェフチェフ好き、もう一点取れたら安定するかもしれない、だこういうセットプレー取られないうちにね、一番それが怖い。いいよフリット、これは横、うわこっち、いや遅いか、ちょっと遅かったけどラッキーだね。デルピー、まあ流れるか、悪くない、ここが見えてる、こっちが見えてる、
あ下がってきちゃうかデルピ。おっとダブルタッチ。いいこの距離外すんですかきついねきついな。もうこう沼ってこういうことなのかな。いやすごいドリルってくるけど OK 取れんのありがたい。あラッキー、ラッキーの流れ方これ普通に、あちょ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 普通にって言って全然違うとこ出してる。 OK 終わりでしょ。いやOK 大変ありがとうございました。まあこんな感じでね、アイコニックスカット、全然あの TS 上げてなくてもまあそれは金の力絡んでるんで強いということで2連勝できました。見てくださってありがとうございます。よかったらチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。ではバイバイ。